ピンクでね。こっちもこんなやつでやってください。はい、ちょっと持ってますね。よし、はい、ください。今日ピアノ何やったの？ドレミの歌？ドレミファソラシドドシダソファミレドド。すーちゃんそれやりたい。ビューラーやらなくても綺麗よ。やだ、ビューラーやりたい。どんな顔するの？こうやってこう。そう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 。綺麗になったじゃん。こっちも。オッケー。そうだ、この紐がなかったからだ。すごい。ピッとなった。この紐を締めただけで。やっぱりこうなってんだね。可愛い。可愛い。すーちゃんと。あ、今、あ、今多いですね。うん。やれるようになった。何それ？帯ってこうやって一周します。上に通します。ここで一回キュッと締めます。二周目は、あ、すーちゃん、そうそう、いいね、いいね。ね、パパ、ママどっちがいい？引っかからない。どっちがいい？こっちがいい。こっちがいい。こっちがいい。じゃあじゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんほい。わあ、すーちゃんの勝ち。じゃあママこっちにするね。決めてくれてありがとう。こっちこっちこっち、そう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 。そうそうそう。こうやって折るでしょ。でこれだいたい長さを整えるじゃん。こうすんじゃん。でここで。こうでしょ。いくよ。せーの。やったらこうしてほら綺麗になった。どう？リボンのここリボンになった。おお、すーちゃん持ってきてくれたなというカメラそうしたらこれをだって今ジャンプしたらなんかジャンプするといけそうな気がする。どう？ちょっと待って、いい感じ。写真撮んね。オッケーオッケー。綺麗になった。綺麗になった。用意はいいですか？今日はね、地元のお祭りに行ってこようと思います。もうすぐお盆やからね、盆踊りがあるので家族で浴衣を着ていこうと思います。すーちゃんは浴衣着たくないんだって。今日ゆりさんの夏用ドレスがいいですよ。あのさ、うん、パパにさ、うん、10円くれた。10円？何してる？何それ、どういうことよ。あそこの盆踊り行くのいつぶりだろう。すーちゃんが生まれた年だよね。4ヶ月ぐらいの時にね、赤ちゃんの時にスイカ着て行ったの覚えてるわ。すーちゃんがちっちゃい時はさ、意地でもなんか外に行こうとして頑張ってたよね。0歳の時はよくいろいろ行ってたね。いろいろ連れてってあげようと思ってさ、でも1歳2歳3歳は無理してなくてさ、大変だったからでも最近はすーちゃん歩けるようになったからさ、歩いて行ける人いますか？歩いていける人。なんか歩けるようになったから結構どこでも行きやすくなったよね。このすぐ真下とかの小さな公園とかかな。公園でやってんの？あ、盆踊りだからね、学校でやってたり公園でやったりするよね、うん、聞こえる。学校だよきっと。あれが来てるよ、あれ桜子。うん、桜子来てるよ。早く帰ろう。 This video is sponsored by 桜子。あ、お月見かな。かわいい。わあ、うさぎさん尽くしだ。おお、お団子だ。お月様とうさぎのゼリーかな、羊羹かな。これは絶対美味しいやつや。サラピーナだって。これだけのお箸が入ってました。プラス今すーちゃんが食べているマシュマロとお皿。かわいい。桜子だって。で、今月の冊子の中にもすごい情報がたくさんいっぱい入ってるよ。Japan's traditional autumn moon viewing。 お月見についてのコラムみたいなものとか、ヒストリーも入ってるし、トラディショナル月見はどうやってやるのかとか意味とかね。あとはこのお菓子たちを作っている工場、職人さんたちの取材。桜子はこういう地元の企業をサポートしてトラディショナルなお菓子を海外のみんなのもとに届けています。冊子の中には一つ一つのお菓子についての何が使われているかっていうのとね、あとベジタリアンフレンドリーかどうかっていうことも書かれてます。これさ、これさ、これら。よし、じゃあお茶入れよ。ハト麦茶。桜子はは皆さんのお家にいながら日本を感じてもらうために日本からお菓子を送っています。着物マムの特別のコードを使って桜子を注文してみてください。桜子さんスポンサーしてくださりありがとうございます。すーちゃんがお菓子をお待ちしてます。今回はすーちゃんを連れて初めての風天寺だけどすーちゃんは寝ちゃった。邪魔かな。大丈夫大丈夫。あ、持ってもいいよ。起きた。起きたか。綺麗ね。Summer in Japan is the season of Obon. Obon is the period during which our ancestors returned to this world. They came back to their families, and we have the opportunity to welcome them, entertain them, and wish them happiness in the afterlife. The timing differs from region to region, but in Tokyo it is July, and in Kyoto it is August. We visit graves and make decorations called spirit houses and spirit cows out of cucumbers and eggplants. The cucumbers are made to look like houses with the wish that the ancestors will come back soon on houses. And the eggplants are made to look like cows with the wish that they will go slowly on cows on their way back to the other world. On the evening of 13th, a fire is lit in front of the houses to welcome the ancestors. We gather with the family for the feast and entertain our ancestors with a Bon Odori dance. Then on the evening of the 16th, they build a fire in front of their houses again to set off their ancestors. The Daimonji fire, Gozan no Okuribi in Kyoto, is also a fire to send off the ancestors. To change the subject, Moto actually proposed to me 5 years ago on August 16th while we were holding hands at the Daimonji fire. I am sure that our ancestors must have pushed him to do so. When I was little, I didn't understand the meaning of Obon and just enjoyed it as a fun vacation to visit my grandma's house. When I heard the word ancestors, I imagined ghosts and was afraid of them. But as I grew older, I missed the memories of those who passed away each Obon holiday. And I strongly wished I could see them just one more time if I could. I now feel that Obon is a time to thank my ancestors for allowing me to be alive and well. Adults の方にお願いです。現在境内は全面禁煙です。盆踊りに関して。じゃあ向こう行ってみよう。何食べる？じゃあコロッケは？コロッケか唐揚げどっちがいい？コロッケか唐揚げどっちが美味しい？唐揚げはこういう感じ。コロッケ。コロッケ？じゃあパパにコロッケお願いします。コロッケお願いします。はい、かしこまりました。ママはきゅうり、あとネギタン塩。